もう一回名前呼ぶチーム、ハロルドチーム、はい、もう一回名前呼ぶよ。赤チーム、ハロルドロボ、レッドチーム、ハロルドロボ、ユータテスタ、松井ザッパ、キムイノ、ペリークリフ、アレックスジョニー、村雲ジョニー、マラメイで、白チーム、ホッタジャスティス、コパルセイソル、アグフランジ、エイジェンスレイヤー、ブレッドジョニー、プロタマーバー、マトバンキチョッキャラどうすんの、よろしくお願いします。よろしくお願いします。と、フェニックジャスティスが、通路、通路側じゃねえな、通路じゃねえ方、一匹側、こっち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 、キャラ結局どうするんですか、マチョさん、何しようって早く決めて。え、もしかしたらあるかもしれない、ケスケさんまた遅くに来て。一応ただ別にあの大将が一番最後とか決めてないんで、そのあたりは適当にで、うん、でソニックさん、じゃああのここで回転加速一番最初、あのリーダーが決めるってことにする。はい、じゃあ、ACPL フリップ対戦会始まるよ。始めまーす、よろしく。対戦会じゃねえ、紅白戦では失礼。はい、じゃあ、マラさん、まず最初、はいと、白チームソニックジャスティス、赤チームマラメイとなります。いやね、海外勢にも正義使いが増えて僕は嬉しいよ。さあ開幕、スミカソでメイを吹っ飛ばして、さあもう一回スミカソで吹っ飛ばす。さあメイがどうやって、やべえこれはダメだ、あかんって、やめてあげて、やめてあげてよ、あかんあかん、あかん、アイスラミカソで裏回り、ちょうど見えてる、ボタン押してボタン押して、ボタン押して、メイがこれはちょっとごめん、選手ミスかもしれない。やべえ、あー、国際問題。すまん、これはちょっとあのリーダーの選手ミスだと思います。さあ、ジャンハイで叩き落としてメイが NB に引っかかる、さあ、NB の檻を抜けてってメイが反対側、さあ、ジャスティスが弾出して引っかかる、中段当たる、で、PNB 抱えて、当たってこれはどうしようか、前入るかな、あ、失礼、これはひどい、これは申し訳ない、あー、申し訳ない。じゃあ、まだごめんね、ストーリーすまない、あー、しょうがない。続きまして、赤チーム、まあ、下から順当に出していったら、じゃあ村久保くんやっちゃってください。イエスイエスイエス、一発当ててバチンと。さあ、さん、堀田さんに殺されてるからね。大丈夫、僕がね、ちゃんとあの正義対策は伝えておりますので。さあ開幕、円月ミスファイナーからダウン取って画面端、さあジョニーが画面端固めて、ジャースイズがジャンハイで叩き落とす、前ハイからコイン当てて無理やり画面端に追い戻す、さあ沿線がダウン取って投げ返す、できる、ワンゴムをただジョニーが重いのでスミカソが当たらない、さっき NB 出してコインに当たって NB も消える、相打ちでジョニーがダウン、さあ集まり、おー、ゲージの差を見てください、ジョニーさんがピッカピカです、ゲージが。さあ投げ返す、バス当てて、さあジョニーのコインが少なくなってきて困っちゃったな、どうしようかな、アイスラミカノが引っかかってバウンドして跳ね返って、さあエンゲスがカス当たり、交通事故、ジャスティスは急に止まれない、やべえこのキャラ出しちゃうの最強じゃねえかよ。さあ SB カス吹っ飛ばして、あー強いな、 NB をガードしてゲージを溜めていく、ジョニー頑張れ頑張れ、さあジョニーは特に焦ってない、さあ立ち回りでゲージがジョニーが溜まっていく、さあ固めて固めて SB カス、
ジャースティスが近づいてきて、コインで送るんですね。すげえ対空能力。さ、今回の交通事故はちゃんとガードして、いや、ゲージ差がある、ゲージ差がある、当て身からの前ハイで当たって、スリカぞ、どうすんの。さ、ジョニーがロマキャンボール、あー、上段が当たらない、ちょっと遠かったかな。さ、バックする前ハイを避ける。さあ、ただジャースティスが画面端から逃げられない、交通事故だ。さあ、Sミカソー特有の1打目カウターヒットによる浮いてからのズザーです。さあ、コイン当てて、レベル2、キラーじゃねえや、ディバーが引っかかるけど、さあ、ジャースティスが爆走で逃げる、逃げる、ティンバーで無理やりゲージを作っていく。さあ、どうすんの。うんちょうんちょって、あせっかく立ち合いがカウンターしたのに、デジタルの下段でした。さあ、ただまだ画面端、チャンスはまだまだだぞ。あー、足払いがかかる、 PNB バーガードして、さあ、交通事故、うおー、あー、交通事故ガードしてからな。今、いや、交通事故当たってなかったよね、ジョニーに。歩いてたよね、やつ。いや、あのね、なんだろう、よくわかんないんだけど、風車この間と間に攻撃アンテナらしくて、噛み合うとね、何も出ないで、キャラが歩いてんだよ。まあ、とりあえずやばいことになってきました。さ、早くも2人失って、じゃあ次アレックスお願いします。さあ、出てくるのはアレックス・ジョニー、もう一回ジョニー、村上もジョニーの敵を取れるか。はい、コイン当てて投げる。さあ、ジャースティスなのでかすります。あ、切りかけて、さあ、バーストも当たりません。エスミカフィが当たるけど、ジャースティスが投げる。さあ、PNB 青からジョルブレで暴れる、固めて固めて捨て投げ、はい。じゃあ、遠線画が当たらない。さあ、追っ返されたけど慌てない、もう一回投げる、かすって進塁を見せてやる。ガーフからの、ガーフから、ガーフからの、あ、ミスったけど、ミスったけど、この体力差ちょっときついかな。遠線がジャイアンスからちゃんと遠線が、遠線から引っかかってぶっ飛ばされる。さあ、いいドロブレからの投げて、さあ、空投げしようとしてカバーでピンバースト。ジャンエス引っかかるけど、うお、すげえな今の。さあ、サペギアからエスミカソがダウン動き、いい当たり、マイハイ。さあ、ジョーニーがね、重いんでね、あのエスミカソ当たりがいいんでさ。さあ、遠線画まで。さあ、KNB が邪魔、青が出ない。さあ、拾い直しを失敗しても、ジャックハウ、うおー、投げてんのはジョニーでした。さあ、遠線画が届かない、ダウン取って NB が当たる、 NB 青から投げられてる、これはまずいぞ、これはまずいぞ。ガーフからの、ガーフからの、見たか、これがギルティギアだ。100国際問題が発生した。はめた方が勝ち上がるんだ。あ、いい、さあ、いいよ。じゃあですね、次どうしようかな。いやー、ナイス。じゃあ、黒玉さん、アレックスいいよ、行ってみよう。黒玉さんのアバで、いいキャラ使ってますね。ぜひ俺のジャスティスと対戦してほしい。開幕ミストファイナーはステップです。ステップっていうか、なんていうんだっけあれ。さあ、強化にして、コマンドなんだよねあれね、確かね。さあ、断罪で、知らねえよ、断罪でぶん殴ってやるよっていうぐらいの勢いで、もう一回断罪。ジャックアウトが引っかかる。さあ、マイケルも引っかかって、ただダウンが取れない。あのプレイヤーアバはダウンが取られなければ大丈夫みたいな風潮がありますね。さあ、コマ投げで掴み直し、すごい立ち食いだ。ただ、青は出ない。ただ、通常モードなんで、まあ、ダウン取られてもまあいいかなっていうぐらいの勢いで。あ、やばい。
あかんって、あ、出ない、ある、お、やるの、投げ返して、さあ、モロハからワンチャン、コンボ見せるけど青が出ない、でも捕まえきれない、さあ、アバが語る、ガーフ、あ、死んだ。今のね、立ってるとよろけてしゃがむとバウンドっていうね、あのガフ技なんで、あれ避けるにはまあバックステで頑張ってくださいっていうね。ジョニーがコインを当てて、マイハウスがカウンターからいってんぞ、ダウンで人事より入れる、バースをたまらず、さあジャンハイカウンター、さあアーバーが固めて、ジョニーがピカピカ、怖い怖い怖い、青出ない、さあガーフ、さあジョニーが重い、さあ吸血、輸血パックで無理やり戻って、さあまた真髄見せられて、コインから、あーかっこいいコンボ、さあ今日無理やりかすって、あーどうするしか投げようとしてマイハウスがカウンターしてしまいました、あるある、さあ今日投げ、まずい下段が刺さって、ただ殺しきれない、あーうまい、団子打ちで勝ったのは黒玉アバー。いやー、あー白チームみんな強いな、アバは、アバのコンボは見てて気持ちがいいね、火力がね、減りますね、火力とスピードがやばいね、やっぱね。じゃあ次赤チーム、ペリーお願いします。ペリーティーフ、さあ開幕お互いしゃがんでて、さあパーク使ったのを見逃さず、アーバーが投げ返す、クリフ軽すぎだわ、あ、T 方向がカウンターでダウン、さあクリフもね、なかなかダウンタクがね豊富なんでね、あー高いカウンターから頑張る、さあこれでもダウンだ、すげえぞこのキャラ、さあ FB ダウンザイはハイパーアーマーです、まずった、お投げ総裁から、さあアーマーが近づいてきて、さあ線路線に投げ目的はありません、さあうおーすごい投げ、ガードして、あー腰痛い、おじいちゃん、おじいちゃん腰痛い、あー腰が痛い、お年寄りだったからな、しょうがねえな、腰には勝てなかった、ジャンハイまで、フェーダー使いさえで無理やりゴリゴリと、前パンは当たらず、さあクリフが捕まえようとする場面、さあ、テーダ頭蓋祭、線の線は当たって、お前が投げるのかい、あ、これまずいぞ、あ、カウンターのおかげで、なんとか助かった、ジャンハイが引っかかって、まずいダウンしちゃう、さあ、バカモン締めから、極モノハ、うおー、すげえな、さあ、どうするバーストか、さあ、アーバーの体力が、さあ、頭蓋祭で削られる、やめて、やめて、あははははは、今度はちゃんと線の線が出た、ね、線の線を使ってる方が怖いと申しております、線の線を信じられなくなっております、さあ足払いカウンターでダウン取ってから円月2杯2杯からボーターガードも出会う反対側、さあクリフが、クリフが捕まえる、なの奥でも下段、もう一回、なんだ今さあ FB で近づいてきて、ただカウンターしちゃったからそのまんま捕まっちゃう、クリフがちっちゃいのを利用した逆に透かし投げ、さあどうすんの、引っかかって、さあたまらずバーストしたけど、ダウンを嫌ってバーストしたら負けてしまった、体の喜びの前、さあじゃあピアノさんね、どうしようかな、
ブレットさん行ってみる？行ってみます？ブレットさんじゃあちょっとクリフにジョニーだけど。あ、結構クリフジョニーって辛いんですか？っていうかね、あのクリフがいいよね、あいつ声も当たるの遅いし。確かミソファイナーステップとかでなんか下げるんじゃねえの、あいつ賞金なら。さあコインが当たって手数が当たらないわ。木村さんがうるせえ。味方チームがコイン当たんなくて自分のクリフに対してこのキャラクソだなとか言い出すんじゃないよあんた、はい、さあジョニーがステップ投げ、さあ中段当てて、さあカスはしないけど演技差し払い、いい方向から奥攻め、ガキャン千の線には当たりません、最強。さあ 2S からバーガモーンで固めてアイジャンプからのテータ、それは見えねえ、しょうがない俺も見えない。さあコインがカウンターからテータが出ない、うおーすげえ壁だった、マイケル当たんねえのかよ、何ちふざけんなよ。キラージョーがでダウン取って表だけど、クリフさんのステップはちょっとなんだっけ、上半身無敵だかなんだかちょっと無敵があるので当たりません。さあバーストで吹っ飛ばして、このパンチパンチパンチパン頭蓋されてダウン取って、さあ青押して画面端ガキャン、さあ DS からコンボコンボ、よいしょよいしょ、かするかな、かすった真髄を見せてやる、青からディバの青が出ねえ、てか青っていうかゲージがね、うおっ投げ漏らしの前歯怖すぎ。さあ2 S オーバー引っかかって世界祭からコンボでゲージ使ってため2杯からダウン、ナイスコンボ、ヘビークリフがかっこいいなこれ。じゃあマチョさん行くか、マチョさん行くか、マチョさん何すんの結局、え？何と見せ？あー、まあ好きな方とかでもいいですよ。本来そもそもキャラクター、うん、本来そもそもキャラクター決めてねえって方がちょっとよろしくないから。はい。テスターで。まあでもいい感じになんだかんだで追いついてきました。うん、よーペリーいいよ。さあクリフにテスターをかぶせてくる、ラマダンス。味方チームからの A が聞こえました。今はもう AC はありません。ワニワニパニックからクリフが冷静に対処、さあジャンハイから、さあナイトミラサーキのカウンターからこれは美味しいランカス、さあエンゲスがダブルウェイチになってしまった、うわすげえ息のいるで当たる、網が当たるけどまだ生き残る、あっ自ら突っ込んできてしまった、なんでこった、さあドヤ顔、さあ金エスで叩き落とす、テスタがおっぱい返す、中段網に当たるけどコンボもする、さあクリフが近づいたけど投げられ返して、なんかす、さあちょっとねでかいのでね、あの2段目がね当たりたいです、カウンターから浜田翼をナイト紫が分かるできる、さあワニワニパニック中段見える、下段が空直で、あーやばいです、まずいです、おじいちゃんねでかいからね、あのチビに見えて、オッケーオッケー、でもよくやってくれました、ありがとうありがとう。あと赤チーム残りが木村さん、松井さん、ゆうたさん、私なんですけれども、そろそろ僕出といった方がいいかなと思うんです、出ちゃって大丈夫です。
大丈夫ですよね。まあ、はい、あのそろそろ自分のチームで決めていいよ。まあ、クリフだったら8に行きますか。じゃあ、じゃあ福田さんお願いします。あ、次はマチョさん。あとでも残ってるのが スレイヤー、向こうチームスレイヤーアンジセイソルジャスティ ス。結構さあ今日の木村さんはお酒が入ってるんだそうです。さあ空投げミスったけどバーソさあお互いがすげえよなあのニエス。やっぱ後ろ行くぞ下げて前早いまで出し切る。ニエス当たってからちょっと遅かったけどそのまま網に引っかかる。バーソエンゲス当たってちょっとね、イノの技ね、思い出せねえんだ、技目が。バックしてから、はい、マスターブーファベット。さあ、これで境界組が。さあ、ゲージを吐いて、逃げて逃げて、ケミオが当てて。さあ、境界組がちゃんと見えている。前ハイが引っかかってダウン。さあ、FB マーキングが邪魔すぎる。怖い怖い。さあ、ちゃんと画面見てます、キムライの。さすがです。今日瞳も避けつつ固めて固めて敗北ガードできてる。うわー前ハイが引っかかる。中断見えない。しょうがない。そんな見えないよ。中断なく見えるもんじゃねえんだ、感じるんだ。さあ 2S カウンターした時のみ2ハイがつながるっていうね。さあ敗北に後ろにさあダンマスマが響いております。マスカペがただ勝ったり応援してください皆さん。キムダイの頑張っています。あ、危ねえ。あー爆発が強化点を下げて消しにしちゃう。未来が届かない。前くね、後ろだけね、キムダイ見えてる。マイパン強る。何も起こらない。必要なマイパンに見えない。1チームがしょうがない。あんなにロボテスタザッパー、もうこれロボ出すとかないとまずねえよ。はい、じゃあ赤チーム決まったそうなんで、さあ出てくるのは一応扱い対象の、ハロルドさんのロボ、ロボテスター7373 73なの。嘘つけよ。はいよ。開幕は右へ飛んでいく。ただねロボは重いのでちょっと軟化すらやりづらいです。黒いけど網が当たんない。さあミサイル撃って網を消す。金 S カウンターからバーソ。さあ網を消して 2S が届かない。後ろ行くね。ワート気象起き上がりで下げて、さあ投げ仕込みの金 S が引っかかる。さあグレームディガーで画面端。さあ後ろディガーは避けてナイトメアサーキュラーは当たらない。ニュースでダウン取って清水さんから下段ダウン取ってもう一回投げてゲージが戻り中段、はい、当たるのか。うわすげえ当たる。さあテスタの体力がどんどん溶けた。駒投げは下げて足場引っかかる前パーン。マチョさんがね、元気だね。マヨパンなんか見えねえ。おぉ、開幕スラバでテクニックを見せていく。さあ、特徴起き上がり関係ないぜというごとに下げ段前行くぜから。さあ、ロボがきつい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 。マヨパン、バソ。おぉ、すげえ投げ返してる。あ、遠くてない。クーミカでなんとか成長が変わらないかと前行けから青を出さなかったのか、いなかったのか。ランズあーあーあー強化瞳が逆に助けてくれました。さあダウン取って、さあ下段からニエスが当たんない。うわジャンハイツ、ああ噛み合ったポネットでガードしようかなと思ったらなんか知らないけどナイトメアサークラーが化けて、でロボが前ヤクザにカウンターしてたもんだから繋がっちゃった。勝ちゃいいんだ
あのランズ何なんですか。フォルトしようとして漏れるのいっぱいあるじゃないですか。さあ赤チームがそろそろまずいぞ。あれマチョさんって今日テスターやってないよね。さあクソゲー、クソゲーにはクソゲーだということで、クソにはクソをぶつける、それがギルティギアだ。さあ開幕クソを手に入れたザッパいいよ、からから剣が届かないさあただじゃんけんカウンターからダウン取られて、さあテスターだってクソは持っているんだ。あーまたクソ手に入れた中断さあ走った反対側からのまずいぞ犬が出た瞬間にワン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 うるさいやからがいっぱいです。さあ剣ばっか出ますね、どうするんですかね。さあちょっとかっこいい強さをして、さあザッパがゲージを戻として中断で、まあ、気づいたらテスターの体力がない。捕まえたい走る捕まえたいフォーレント、さあここでしかないというフォーレント、さあからのあるぞ、さあジャンプで逃げる、マイハイが届かない、さあお互い焦ってない、さあ剣がどうだ、どうする、ボーレント見えてたんだけどな、また剣だ、ぶん回してダウン取って、さあドヤ顔を見せてからキリキリ玉で言う、さあ昇竜拳のマキャンから、さあなんでザッパがあんなに遠くにいるのに画面端で固められているのはテスターだ。さあインスカウンター、あーまだある、あバースガードして、まだあるまだある、諦めないで、さあエイン、あさあ皆さん、ギルティギアをお楽しみいただいているでしょうかよろしくお願いします。さてどうしようか、そろそろ出たい人はっていうノリでいいよ、別にいいよ俺出ても、俺もうロボいないから、いや大将こっちも出たし、だってもうロボットいないんだから俺残してて意味ないでしょジャイアンはアンジュの仕事でしょ、さあスレイヤーザッパー、あ失礼、デートの最中だというのに、これはねエイジェさん海外勢ですんげー強いんですわこのスレイヤーと、ハードルを上げていく、さあステップから近づいたけどマッパが簡単 8K で2杯が当たらないんです、ゲロはバケツで逃げて遊ばない、さあ裏回っちゃったおかげでスレイヤーアンダーバーソー、さあまた剣だ、剣しか出ねえ、スレイヤーも剣が出るとさすがに足場内でダウン、マイケン、さあ引っかかって F ピンマッパから、ただ足場内、さあ吸えない、幽霊が出てガードしてる、足場内拾えない、ムカデで追っ返す、さあダウン、うわマッパから投げてうだこれが SCPR スリーヤーだ、どうだ見たか、見えるわけねえだろあんなの、イグザードのにはねえぞあんなさあ犬が邪魔、一気で糸まで出し切って、ただ届かないけど避けてる間にコンボがつながる、さあ逃げる、逃げダウンまで投げてマイケーが見えない、さあバーストがおクロスワイズフィルから、ちょっとが、いや、ただ2段目は当たらない、ただ、スダンディで画面端、さあ、ムーカデで反撃、フルパイルかっこいいぞ、
うわすげえ。あっとっ最高F B ダンディとかいうワードすーげえよねあれね。ね。いやー久々に見るとよう技許せたなっていう部分あるよね。あれ俺ら後ろ3人ちょっと成績やばいよ。さあ残る1人となりました。ジャイアンがいますようちには。バーストさえ打たさなきゃいいんですよこれ。さあ片やまだ4人残ってんの。片や4人残ってんのにあとはゆうたさんが4立てするしかないというこの状況。ただちょっとね本人は自他ともに認める上がり症なので。あ落ち着いていきたいところ。さあステップからダウン取って足払い引っかかる。さあステップステップで裏を持て裏を持て。エンゲス3杯瞳を当てて、ただランカスができない。後ろ行くぜ。F B マーキング当てて、さあマーキングが当たってマイパンも当たるという一番悲しい状態。ただスレイヤーはちょっとねでかいんでね。さあカラスが助けてくれたと思うじゃん。カラスが助けたと思ったら黒投げでカバーだ。さあきついぞ。マイパンが見えない。ただの網が引っかかるけど、あーランズが当たんね。カラスがありがとう。あー立っちゃったら網が当たりました。足払いで。さあただ AJ スレイヤー諦めない。さあ網が後ろ行くね。引っかかってレイネスにも引っかかる。さあランカスレイネスと、もう一回レイネスとランカス。さあゲージが溜まった。マウスアームパペット。さあ辛いぞ。ここは崩れたらまずいぞバーサー。さあ2杯で、あーそうです、そうです、そこに境界線があるんです。おキンスが上回る。後ろ行くぜ。毒で火力がないと思うじゃん。毒つけ火力なんて関係ねえんだから。さあどうする今日はね。悪い方向向いても全部いいと思う、ね、アグスタンでもいいし、てか誰でもいいし、どうせ最後だし。じゃあアグスタンが出るか、せっかくだし。さあ、出てくるはアグフアンジュ。さあユータテスタはあと3人を倒す。下段バーストを出して、さあ風神を分かってましたとばかりに2位で追い返す。ランカスからゲージが溜まった。マスアブマベットちゃんと2段当てる。後ろだけで風神が当たる。拾ってリガーから強化を見でランス当ててもう一回強化してみ、うわ死ぬんだけど。乗ってるぞユータテスタが乗ってるぞ。さあ相打ちから、さあ風神は円月を返す。さあ円月さん、はい、お相打ちからの後ろ向けて投げ返す。金馬オフマーキング風神見せたけどマーキングに当たんない。マーキングは固まるよりは当たった方がいいという議論。さあ後ろ行くね。引っかかってバーサー。さあもう一回フリーマーキング、うわーつながってつながって、瞳が当たって網が当たって、ただコンボを見せる。さあガーキャンからの裏待って、もう一回お前もガーキャン、マイパン見えてる、足払い。さあコンボ見せたけど相打ちから捕まえて、さあゲージがあるってことはそういうことですよね、ガフですよね。当たってガフはねしょうがない。さあ白チームがリーチ。
じゃあ、キャサリンがカウンターして、風神、風神、風神、おんと。さあ、ゲージが溜まる。さあ、ゲージがあるという方はこういうことです。さあ、バーストアップ。バーストが溜まってよかったよかった。さあ、2S から、なんかす。ここは丁寧に、マスパテ。後ろ投げで引っかかるけど、拾えない。マーさん、さあ、強化瞳を避けつつ、万事投げで死ぬか死なねえ。風神がカードカードできてる。風神ですね、やばいやばい。怖い怖い。あー神様、仏様、風神様。ボタン聞いてない。というわけで、2人残して勝ったのは白チームとなりました。おめでとうございます。さて、手助さん来てねえな。よし、じゃあどうしよっか。アグさん、どうする。残った2人とやる、やる。さあ、ちょっとアグスさんの後ろにいた味方の2人が寝返りました。アグスさんの後ろにいたホッタチャーセスとコパネルセンソルがちょっとね、対戦して、これ最終的に勝ち残った人が優勝となりますので、三つどもえ戦となります。さあ、バーサー、風神がカウンター。さあ、清掃の技を当てるのが難しい。さあ、さあ、赤チームの反省会です。4人で入賞。さあ、風神がカウンターから画面端、音が届かない。マイパンが当たらない。2杯カウンター。ロックイット、2段目が当たる。ガンブレイザーガードして、さあ、立ち回り。ロックイットで無駄に近づいて、あれ、ユーマさん来た。ユーマさん、紅白戦終わっちゃったよ。さあ、裏回りはバックスで避けて、バフニールカウンターから、テア、テア、バソ。ロックヘッドバスター青から、さあ、リボルバーはガードして、風神引っかかる。バースを投げ返す。届くか、届かねえ。あ、これはドローじゃないか。うわー、生きてんのかよお前。開幕風神読みの多分2敗なんだけど、ダッシュしてきたところに引っかかりました。エンスカウンターでも届かないんだよね、なんもね。2S が当たって、タッチハイオンまで、あ、タッチハイじゃない、タッチパンオンまで、シューズが固めて、ちょっと足払い、ジャンハイウェイ、ブロックヘッドが繋がらない。ロックヘッドの2段目が繋がらない。散らばして、それをナギハで下げる。オンから、足払いの届かない、ダッソパフニールが出なかったか。さあ、空投げからすげえ浮くんだよね。バーストして、さあ、チャージして、さあ、来て、ロックアス、ロックイット、レベル3まで。あーだ、コンボを見せる。あしたないか、ダンブレイズ。さあ、風神の2杯が空を切る。出して、さあ、アンジがギリギリと、うお、すごい走ってきたから、うわー、あー、うおすげえ。俺これの後に試合やんないといけないの。こんな流れでやんないといけないの。知らないよ、放送事故起きても知らないよ俺。誰か実況お願い。これね、堀田強いんですよマジで。
堀田さんのセイソル戦見たことないですけども、ちょっとこれは見ものですね。これね、いい勝負するよ、ほんと動画俺50回ぐらい見てるからさ。さあ、最後開幕を追いやってじりじりと、じりじりしてますね。お交通事故はい、あ、減りますね。これね、中距離になった時の球のね、避け方がね、小原さん上手いんですよ。すげー見てんだよね、ここのラッシュ。はい、あと堀田曰くね、ここ背景が被ってるから見えないっていう保護色まさかの。さあ、ジャスティス側にはゲージがある、テンションゲージがあるけれども、セイソル側にはチャージゲージが、チャージゲージが溜まってて、おっ、あ、コンボ、まだ生きている。甘えた尻尾は出さないって言おうとしたら尻尾出したよ。ノーリスクノーリスク、突っ込んでいって、ワンコンボ。ジャッジスがやっぱゲージ持ってるから、こっからだよね、反応で。どっちも反応早いから、ここや、あー削られちゃった。さあ、開幕だね。お、いらっしゃい、やっとご登場です。ちょうど今最終戦で、あー痛い。この距離がね、まあどっちもキャラ使ったことないんだけど、見てる分にはこの距離なんだろうね、2人の戦い。でも戦争がやっぱいいファイトだよね。そうですね、すげえなんか、あ、来た、風でこう、おー、なんか浮き技ですね。センス、はい、コンパールな、あとミルヤ投げていく。そろそろピオリもまずいところで、おー、あとはゲージ持ってるのとスライドステージがあるから、ガンデムできないですね。これは今なんかドラゴンボールの世界見えたね。ズラララララってあって、俺らも見えないで、最終的に出すと思って。おー、わかった、あっ、わかっちゃった。これ、これ、用意しろ。やっぱ強いね。あ、すごい。でもあれ珍しくちょっと残したよね、計算ミス。それはインファイトしたいけど、まあ、ジャスティス側はやっぱ距離離して球まった、球まったい。近距離すぎるとやっぱテイルが怖いけど、小川さんも分かってる。そうですね、まあ当て身とかもありますし、こういうのもありますから、ね、まあ見た目するか、振ってましてもそんなに火力が出ないから、やっぱこうやって状況を作るためのもんです。さあ、球開いて、球開いて、球のやり取りがまた面白いですね。うわー、当たんない、当たんない。行いがいい。あ、はい、あ、これ来た。バータイしたけれども、結局使われなくて、打たないが正解だからね。そうですよ、なんか何度もちょっとその辺反省点。あ、どうだ、あ、これだ、しょうがない、しょうがない、しょうがない、一番安い。さあ、どうなる。おお、うわー、やる。いや、やっぱね、堀田さんがね、一番強いと思うんだよね、今。フリキャラすごい対策してるし、テスターにも勝っちゃうしね。はい、じゃあ優勝、あ、いるいるいる。じゃあここでね、堀田さんが優勝でコメントを締めてもらいたかったんですけど、なんとね、ケスケさんがまだまだ優勝してるうちにちょっとコメントなんで、ね、ちょっと新曲フリップはね、特殊なんでね、あの赤チームと白チームと、あと毎回仕事で遅れてやってくるケスケっていう単体チームがありまして、それのエキシビジョンマッチがあるんですね。なのでこれからジャスティスの公開処刑がテスターによって始まりますので、よろしくお願いします。いや、ここはね、堀田さんのね、対策がね、見れるところって言いたいところなんだけど。そうですよね、まあ、堀田さんならね、まあ、なんといっても今優勝しましたからね。だからね、ケスケさんがね、すげえね、悪魔みたいなポーズがあるから。
ところなんですよね。まあ温まってないうちにもうやれるかどうかってところですかね。対テスタじゃなくて対ケスケなんだけど、あっちも対堀田が分かってるからもう惨殺されるか、もうあのタイムアップギリギリで勝つかどっちかですね。さあこれ開幕だね。開幕ホームラン、ホームラン、カモン、はい、はい。さあここからねちょっと縄跳びをねちょっと注目してもらいたいですね。ジャスティスの縄跳び、縄跳びしながらちゃんと空中であるなんかああいう障害物も破壊しないといけないですね。これはもうね当たるしかないんですよ。はい、はい、行く、ここ。ああ、強気、温まってないのに強い。あー、来た。お、いけそうだね。はい、さっきはね、一回ほとんど打たなかった。はい、打っちゃうの、オッケーしてた。ダメでしょ、今の。あるある。さあ向こう側のギャラリーはみんな堀田さんを応援している。いやこれはジャスティス応援するでしょ。ああこれがこれが我慢、我慢、我慢しろ、ここしのぐのだ。ああ、いやでもああダメか。ああ、いやでもここまでね持ってけるってのはすごいよ、ね、すごいですよ。こっちも死んでますからね。またジャスティス。ドラも勝てない。あと哲夫さんがあんまり温まってないからそこを聞くしかない。もうこれ当たるしかない。あとジャンプで避けてカラスの邪魔して、カラスはしょうがない。そうこれも見てる。あ、まあどう昨日の動画みたいに投げられるかちょっとそっちだけれど、ついてさあこっから地獄。はい、誰も見えない。ナイスパスを、もうダッシュがないのでちょっとずつ歩いていくしかないけど、あーこうカットのうちに芸術が荒れて、まだまだ相手の人には全くない。あともう残った芸術をなんとかうまく使ってコンボして殺しに行きたいところだけれども、立ち回りがもう辛い。あー、勝利人間。マジか、繋がってる。おー優しい、あるか。あー優しくない。いやー、やっぱり冷徹悪魔超人は強いってことですね、これね。いつも通りでございました。温まらないのがね、テスターはテスターってことだ。 3S ですよ、 3S。 結局持ってかれちゃいましたね。これだもんな。じゃあ、4回目となりました新宿、SCP ファイルフリップ対戦会の後楽戦、4回目の優勝は、3ヶ月3連覇です。ケスケでした。おめでとうございます。ね、あの全部俺が優勝してるんだけど、全部ケスケでしたに優勝トロフィーを持ってかれるんですね。はい、じゃあ皆さん後楽戦お疲れ様でした。ありがとうございました。まだフリップもう1時間ほどありますので、皆さん、まあ、あと1時間ちょっと楽しんでください。お金はなんかその終わった時に回収しようと思います。終わった時、お金は10時になった時点で店員さんが5台全部の金額を言ってくれるそうなので、その時に人数分に、まあ、遅れてきた人はちょっと考慮するけど、基本は人数分で、割り勘みたいな感じで払いますので、え、まだ10時まである、22時までやりますので、うん、今のうちに早くどんどん対戦してた方がいいよ。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。皆さんこの後も楽しんでってください。